ブックスビレールは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン、ストラスブールの北西33マイル北に位置する。サベルネとは 12.7km、ブルマトとは 19.5km、アグノとは 22.6km、フツドク国境にあるビサンブールとは 41km の距離である。ブックスビレールは、ハーナウ地方の丘陵にまたがる。南には、 ゾルン川、北には、モデル川が流れるハーナウ地方は、自然区分上の地方下アルザスより広い。この地方は、歴史と風格ある地方で、ハーナウリヒテンベルク伯爵家の領地であり、アルザスのウ村部における、ルーテル協会の画像である。壁ブクスビレールの中心にある、歴史地区は、長方形の形をした一角で、中世に建設された壁で取り囲まれている。多くの痕跡が残る。 このベルト状の壁は全長1105メートルあった。この地区の特徴は特にルーテル教会の教区境界周辺、穀物市場周辺にある典型的な中世の曲がりくねった狭い通りである。広い一本堂のグランリは南から東、北から西の軸に応じて地区全体に伸びる。そして19世紀には2つの門と接続された。 1759年の平面図においては、扉の外側にある二つの郊外が、グランリュの延長線上に作られたことが示されている。街を取り囲んでいた、城壁外の堀は、住宅建設のため19世紀に埋め立てられた。20世紀になって、細かく分けられた地域は、歴史地区周囲にあるが、北部にもある。ブックスビレールは、古い建物の大規模な住宅市場を持つ。 住宅全体のほぼ半数が1949年以前に建てられたものである。1980年代以降、町は多くの事業を完了させた。目標は、ブックスビレール住民の生活の質を向上させるためで、あるが歴史地区の建物を維持することでもあった。これを行うため、コミューン議会は第一、先外見を行使した。 当時の不動産事業では古い建物を危険な状態にさらすことや作業のコストが個々に重要だった。一方で歴史地区での駐車場の不足は深刻だった。古い建物はガレージを持っていないことが多いからである。この事実で見込み客やテナントが尻込みすることになった。役場は駐車場建設のため小さな区画を購入した。歴史地区からの道路は 古いアスファルトから歴史に変えられた。グランデュ・ブックス・ビレールの街の存在は、8世紀のからの公文書で証明されている。最古の名は724年のプクシュー・ビレアに遡る。737年頃には、バックス・ウィラーイとバックシバレアであった。フランス革命まで、ブーックス・ワイラーとブー・ワイラーが一般的であった。名前の由来は、ラテン語のドマエネ・ブウィゼイである。 バックスサムとは、継続を意味する。設備時のマイナスウィラーは、農地を表す。アルザス語の名称はブスビロールである。革命後に、コミューンが創設されると、ゲルマン系の名称、ブーックスワイラーは1792年に正式に廃止され、フランス語表記のブーウィラーに改められた。このような状況は、夫婦戦争後にアルザスロレーヌが、ドイツ帝国に併合されるまで続いた。 併合後にコミューンはドイツ語の名称を取り戻した。ウンターエールザスでは一般的な地名が採用されたが正式に変更されることはなかった。オーラン県にある同盟のブクスビレールと区別するためである。それは1940年から1944年の事実上の併合時代にはうまくいっていた。 破壊される前のブックスビレール城ブックスビレールは、リヒテンベルク領主の支配の中心である、リヒテンベルク城の隣にあった。リヒテンベルク領は100もの村を抱えており、神聖ローマ帝国に従属していた。30年戦争後の1680年、アルザスのその他の地と同じく、ルイ14世によって、フランス王国に併合された。村は13世紀後半に現れ、 村の全体を壁で覆われ、また死を開く特権が与えられていた。この特権は1301年にハプスブルク家の神聖ローマ皇帝アルブレヒト一世によって確認されている。1480年半ばにリヒテンベルク領を継承したハーナウ伯爵家は本宅を構え宮廷を置いた。ハーナウ家は1528年に病院を1612年には ラテン語学校を創設している。宗教改革時代の1542年、アーナウ・リヒテンベルク博フィリップ4世によって地域にルーテル教会の信仰が導入された。フランス革命時代にリヒテンベルク城は破壊され、ブックスビレールはお氷の少数コミューンに追いやられた。地方レベルでの損失の影響は19世紀の科学工業発展を鍛えることとなった。 20世紀のブックスビレールは長期にわたって人口と経済の衰退を経験した。1970年代半ば以降、コミューンは無気力から抜け出そうとした。1973年、3つの自治体とが合併した。コミューンの北部に起きた新規事業は19世紀以来の産業と置き換えられた。グリーンツーリズムがボージュデュノール地域圏自然公園にいて奨励されている。 プロテスタントのサントマリー教会シナゴーグカトリックは少なくとも8世紀からこの地に存在していた。地主たちが724年にビサンブール修道院に寄進を行っているからである。しかし、この地元の信仰は1542年から1683年までハーナウリ・ヒテンベルク博が導入した宗教改革によるルーテル教会の布教で日陰の時代を送った。 ルーテル教会となっていたサンレジェ教会がカトリックに戻されたのは1683年ルイ14世の遺言による教区はストラスブール大使教座に含まれるブックスビレールのルーテル教会は教会会議の機能が置かれ1802年の法律に従って宗教公施設法人となったアルザス・ロレーヌにおけるアウクスブルク信仰告白を採用する教会である ブックスビレールの福音教会は15の福音派プロテスタント教会が属するビジョンフランスの一員である。1306年、ブックスビレールにユダヤ人が居住していたことがわかっている。ペストの恐怖にさらされていた1349年、大勢のユダヤ人が井戸に毒を入れたと濡れに布を着せられ、キリスト教徒のアルザス人に殺害された。この時からストラスブールや 他のアルザス都市では、ユダヤ人を居住させないようになった。都市を追われた、ユダヤ人は村へ逃れた。ハーナウハクたちは、税金と引き換えに、ユダヤ人に土地を与えた。ただし税金は、農業や工芸品にはかけられず、路上で行われる、小取引、馬の売買、貸金業に向けられた。1514年、商店と古い用用所の角に、ユダヤの礼拝所が設けられた。 この地区は、ブックスビレールを取り巻く城壁の南側にあった。ハーナウ伯爵は、ラビの在住を認め、イエシーバー、ユダヤの裁判所の設置を許可した。1725年、ブックスビレールでは31のユダヤ人、世帯、3人の未亡人が住んでいたことが確認された。1842年に、古典様式で建てられたシナゴーグは、2010年現在も、目抜き通りに残っている。 1940年、ナチスドイツのフランス侵攻後、100人以上のユダヤ人が自由地域に逃げたり、強制的に移動させられた。戦争終結後の1945年以降、ブックスビレールに戻ってきたのは40人ほどだった。1962年、シナゴーグにて最後の礼拝が行われた。その後建物は放置され崩壊の危機に直面していたが、 1983年に状況が改善された。1998年、シナゴーグはアルザスの宗教コミュニティが辿った歴史を展示する博物館となった。1973年3月に周辺コミューンと合併しているため人口が増加しているが、20世紀最後の25年間は人口の減少傾向が続いた。シュフストラスブールから比較的距離があるため、 地元経済が弱いことが挙げられる。参照元、1968年以降、INSEE2007 年の町の調査によると、人口の年齢別ピラミッドでは、高齢者が比較的多い。60歳以上の住民が占める割合は22.5%で、ある。2008年のブックスビレールの世帯平均所得は17,747ユーロで、ブックスビレールは、 国内コミューン内で13745位であった。失業率が高い。15歳から64歳までのブックスビレールの労働人口のうち11%が失業しており、これは県平均の9.8%より高い。ありがとうございます。